こちらは、電球機になります。でここの梅津の超遠投イカ浮きっていうのはこれ完全自立タイプの浮きで2号と3号あります。ここはフィス2名なんで、何もつけてない状態でここまで浮きが沈んで、まあ、ここから上の部分が海の上出てるっていう形ですね。で足をつけるとまあもうちょっと沈みますんで、まあ、あの風のない日とか昼間とか釣りする時だったらこういう浮きで十分だと思います。